こんばんは、速稼塾の久保です。すべてのクッキーを削除するっていう言葉の意味と作業がわからないということでしたけども、これからね動画でやってみますけども、その前にねちょっと聞いていただきたいのは、すべてのクッキーを削除するというね言葉の意味がわからなければ、これね検索してみると実はやり方がスラスラスラって出てくるんですよ、ということを覚えておいてください。それではね、私も作業してみますんで、動画の方をちょっと切り替えてくださいね。では、いきますよ。これがブラウザと言われてね、検索するこのパソコンの画面なんですけども、右上の方に3つの点があると思うんですよ。ちょっとクローズアップしますね。わかります?右上の方に3つの点がありますよね。これをちょっと押してみていただきたいんですね。押します。そうすると、設定ってのがありますから、設定ってのがここですね。設定が出てきます。ここをクリックしますよ。はい。そうするとね、こういう画面に変わるんですね。いいですか?設定。で、プライバシーとセキュリティの、プライバシーとセキュリティのって書いてます。プライバシーとセキュリティってのは、今ね、広げましたけど、左側にあります。これですね。プライバシーとセキュリティのところをクリックして、そうするとここ変わりますよね。プライバシーとセキュリティの、クッキーと他のサイトデータってところがありますね。ここをクリックします。上から2番目ですよ。クリックします。はい、するとこんな画面に変わりますよね。すべてのクッキーとサイトのデータを表示っていうのがありますんで、ちょっと下の方に行きましょうか。あ、ここにありますね。すべてのクッキーとサイトデータを表示ってやつね。ここをクリックします。はい、するとこんな画面に変わりますね。ここです。すべてを削除。これを押せば完了です。私の場合はこれちょっとね、消しませんのですいません。すべてを削除押しませんけども、佐藤さんはね、これを押してみてください。はい、いかがだったでしょうか。こういうふうにね、すべてのクッキーを削除するという言葉で検索すると、手順が1、2、3、4、5と文章で出てきますので、その文章の通りに今、作業をやってみました。もしね、この1回でわからなければ、もう2回見ていただいて、で、試していただければ、同じようになると思いますんでね、よろしくお願いします。それでは、失礼します。